ととや道、峠の茶屋を後にして有馬へ向かいます。ここまで来ればあと一息です。ここからの道も下りの土道です。素晴らしいハイキングコースですので、できるだけノーカットで見ていただきましょう。踏み固められた道をハイキングコースとして歩いていますが、江戸から明治、大正、昭和とこの道を使って神戸の魚を有馬温泉へ運んだ人々の息吹を感じます。この六甲ハイキングコースととや道の最大の楽しみは、歩き終わった後の有馬温泉への入浴です。本当に楽しみです。有馬温泉には公衆浴場もあり、宿泊客だけでなく日帰りの人たちも入れる金の湯という温泉の公衆浴場があります。名前からして何やら期待が膨らみます。日暮らしのセミの声を楽しみながらのハイキングです。
途中の道しるべには有馬温泉1キロメートルとあります。さあ、いよいよ温泉が近づいてきました。六甲ハイキングの後半にあたる六甲ととや道は下りの土道で、木々に囲まれた歩きやすい道です。六甲ととや道は小石の混じる道ですが、ウォーキングシューズで十分です。この辺りには休憩ベンチもなく、トイレもありません。休憩ベンチがもう少しあれば5つ星のコースです。
次回は都々屋道の有馬川の入り口、地獄谷という地名も残る六甲ハイキング都々屋道コースの終点までの道を紹介します。